皆さんこんにちは。石垣島最大級のプールと目の前は魚が泳ぐ天然のビーチ、今回はふさきビーチリゾート&ビラズの Vlog をお届けします。前回まで宿泊していたハイメルブ市から離島ターミナルへ戻ってきました。今からタクシーに乗ってふさきリゾートを目指していきます。わあ、プリシアソーラー使ってくる。ありがとうございました。はい。気持ちいい。ね。すっごい綺麗。おお。あ、言ってたこの感じ。おお。あ、見えるじゃん見えるじゃん、オーシャン。あ、すごい。それではゆかちゃんの気まぐれルームツアースタートです。まずは。はい、どうぞ。こちらデスクでございます。私のワーケーションでとても。ぴったりな、あ、いいですね。あ、すっごい仕事はかどりそう。ここチラッて見たら海が見える。最高。チラッて、すっごいね。こちらデイベッドでございます。まあ、ソファー兼デイベッドって感じかな。こういう感じだね。こちらからも海が見えます。ソファーとオットマンがあってこういう感じでテレビを見ることができます、うん、こちらがツインのベッドです。めっちゃ綺麗。わあ、清潔感あるね。で、こちらに少しカウンターがあります。こちらが無料でいただけるお水のボトルが2本、こちらにエスプレッソのマシンがあります。下にはグラスとカップ、そしてティーバッグ、煎茶と三品茶が用意されています。ケトルと氷を入れるカゴですね。冷蔵庫、はい、どうぞ。こちらだね、うん。こちら濡れたものを干せる、まあ、こういった器具と、ブラシ、ファブリックスプレー、こちらがピンチですね。で、ハンガーがアルミのものが3本と木のものが6本、こちらがベープマット、こちらにセキュリティボックスが用意されています。ラバハリ。島の天気は分かりません。さっきあんなに雨だったのに、今見てください、まさに南国のビーチリゾート。ほら、人増えてる。本当だね。さっき極寒だったもん。確かに。お母さんはビーチで待ってるそうです。じゃあ子供は海に行きたいと思います。あそこのブイが浮いているところにニモがいるらしいんで行ってみたいと思います。本日の夕食はこちらのボールドキッチンで夕食ビュッフェをいただきます。
ボールドは大胆な冒険的なを意味していて、用意されているメニューも実に国際色豊かなものばかり。こちらのレストランのコンセプトが世界の料理を食し新たな美味しいを見つけるリゾートビュッフェということで、沖縄料理はもちろん世界各国の味覚がこの旅の思い出になりました。持ってきたものです。こういったラインナップになっております。ゆかちゃんは思いつくままに好きなものを取ってきました。ワンプレート料理です。これが紅芋のクラムチャウダーとビーフカレー、あとコーンパン。さっきさ、やばくない？やばい、超楽しい。かっこいい、楽しいバイキング。あの、全然これ半分ぐらいなんだけどね。えどうしよう、うん、胃袋2倍欲しかった。それじゃあ楽しみましょう。はい、じゃあ3品茶で、はい、乾杯。乾杯。いいよ。うん、クオリティ高いね。うん、バイキングなのに。ライブキッチンでやってたお肉、いただきます。うん、もうレベル違う。やばい。いちごビュッフェみたいになったね。いちごフェアだね。うん、そしてまたいちごだね。リゾート価格ですね。バイリーストが200円。家自慢。みるみるさんのジェラートが売ってます。クイックシルバーとかロキシーとか有名ブランドの水着も揃ってます。なかなかないんだよね、このワンピース。ティアードのね。そう、ティアードブルーとかしてる、うん、いかだと思う。そんな高いの？14,000円。28,600円です。ゆるるさん、結構いいお値段だけど、綺麗な色。かわいい。あ、これすっごいかわいいね。あ、これも口当たりいいやつです。これでお値段が4180円。お子様が手に取られる際は十分ご注意ください。お客様不注意による破損の場合、ご購入をお願いしております。あらかじめご了承ください。もう怖すぎるんで退散します。ラバハリ。それでは、ふさきリゾートはナイトプールパシャパシャしてるのか見てみましょう。はい、凛太郎来たら大喜びだね、ここ。チャレチャレこれは映えてますね。ロマンチックだ。うん、映えてるね、これ、うん、ここだね。それではこちらの大浴場行ってきたいと思います。お部屋の電気を消して星空を眺めたいと思います、うん、雲の切れ間から少しだけ星が見えます。はい、おはよう。おはよう。朝の三品茶だよ。ありがとう。うん、おいしい。目覚めた？目覚めた。おはようございますって言った。よく眠れた？よく眠れた。あ、お顔映さないでよ。おはようございます。おはようございます。今日の石垣島の天気はあいにくの雨ということなんですが、このふさきリゾートはリゾート内で楽しめるスポットもとても多いので、うん、今日はホテルステイを楽しんでいきたいと思います。2日目の朝も洋食レストランのゴールドキッチンに来ました。
バーニャカウダソースを使っていただく温野菜やパニーニなどがあって、洗練されたバイキングというイメージですね。トマトのハーブローストやベイクドビーンズなどありきたりなバイキングに飽きちゃったよって方でも満足いただけるラインナップだと思います。沖縄はやっぱゴーヤチャンプルーだよね。こちらは沖縄の味覚ゾーンになります。もずく酢、ゴーヤ、青汁、油脂豆腐、おしゃれなマリネや冷製パスタ、ふわふわのフレンチトーストにおすすめのマンゴースムージー、これ美味しかったです。デザートコーナーはサーターアンダギーやプリン、チョコケーキはホールで用意されています。さっきのすごいところで、ね、すごいなと思った。素晴らしい。はい、それではいただきたいと思います。いただきます。いただきます。うん、うん、出来たてパニーニ、うん、おいしい、おいしい。冷製パスタです。うん、おしゃれ。うさぎリゾートってさ、朝食会場が2つあるから連泊してもさ、明日また楽しめる。そう、ダブらないんだよね、ご飯が連泊しても、うんうん、第2弾はペニーモミックスとパインとバナナと美味しかったのの盛り合わせと山盛りハッシュドポテト。バカじゃないの？何これ、バカじゃないの？何こんなもんだよ。本私は人のこと言うんかよ。フルーツにうまい棒乗っけるやつがいんのかよ。それではお仕事が一段落ついたので、プールの方でリフレッシュをしていきたいと思います。午前中お疲れ様でした。こちらのインドアプール、気温水温とも30度前後に保たれた快適な空間で、浮き輪タオルは無料貸し出しサービスです。手前には小さなお子様も安心な30センチエリアと60センチエリア、奥にはスライダーも用意されています。プールサイドはリクライニングチェアやソファーが用意されていて、 Wi-Fi 環境も整っているのでプールサイドでのお仕事もできそうです。プールと同じ建物の中に大浴場が用意されているので、体を温めてお部屋に戻ることもできます。はい、それでは本日もお仕事お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、それではお仕事も終わりまして、少しね雨も収まったので、ふさぎビーチを象徴するエンゼルピアの方に行っていきたいと思います。それではこちらのブーゲンビリアのガーデンを抜けてエンゼルピアの方に行っていきたいと思います。ここがエンゼルピアです。あいにくのお天気で私たちは見ることができませんでしたが、お天気がいいとこんな素敵な夕日を見ることができます。ラバハリ。本日のご夕食、こちらの琉球新天地でいただきたいと思います。行きましょう。それでは食べていきましょう。いただきます。はい、前菜です。シャコガイとモズク酢、これがニラガイかニラカイかの和え物です。こちらが卵と五目野菜のスープでございます。こちら広東シューマイとエビ蒸し餃子、お味ついてます。このまま召し上がりください。うまいな。うん、ハイビスカスの塩でした。何これ、ピンクのハイビスカス塩って言ってたね、ここが、うん。食べれんの？うん、美味しい。なんかさ、エビの嫌な感じが一切ない。なんでだろう、うん、不思議。うん、もしかしたら夜こっちビビしちゃうかも。うん、しゃべってたらなんか、ボードキッチンは、なんか洋食だからどっちかっていうとなんか朝日良さそうな料理が多いんだよね、うん、食べ物、うんうん、だからこっちはやっぱさ、夜なんかこう落ち着いてね、落ち着いて、まあ、多分ほんとお酒飲みながら飲める人は食べたら美味しいな、うん、お店の雰囲気もいいしね。
もしさっき言って本当2日間ある人はどっちも食べてほしい、うん、美味しいです。四川風麻婆豆腐です。香りがいい、うん、あ、熱い辛いちょっとつけただけで辛かった今。あ、おいしい。うわ、おいしい。これこれ普通の辛さなんだけど、うん、辛い、うん、はぁ、火吹いちゃうよこれおいしい。あ、爽やか、なんかホワジャオみたいなの効いてる。うん、お、辛い。辛いよね、うん、うまベストなタイミングでチャーハン来ました。海鮮とアサリが入ってすごい色のものが入ってる、うん、さっき美味しい本当にめっちゃ美味しい。辛い方いってみる。ああ辛いよ、辛いぞ、辛い辛い、うん、辛い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 。最後の最後まで裏切らないよ。美味しい。お誕生日だ。ハッピーバースデートゥーユー。おわ、おお、晴れた。じゃあせっかくの天気なんでね、お散歩していきましょうか、うん、やったー、晴れたよー、海超綺麗。はい、朝食はまたまたこちらの琉球新天地さんです。琉球新天地のコンセプトは琉球料理の源流を感じる新感覚のフュージョンレストラン。歴史的な背景にある中国や薩摩をはじめ台湾、東南アジアとの交易によって進化した沖縄独自の食文化と郷土料理を表現しているとのことです。新鮮な海鮮丼コーナーや中国料理店が作る本格的な点心が朝からいただけるのも魅力的です。こちらは自分で作れる八重山そばのコーナー。それでは最後の朝食楽しんでいきましょう。乾杯。あー、おいしいね。おいしいね。八重山そばいただきます。うん、おいしい。本格的。海鮮丼いただきます。うん、マグロむちゃくちゃ新鮮。俺致命的に頭悪いなと思うのがさ、バイキングに行くときさ、食材は持ってくんのよ、うん、食器がないんだよこういう状態なわけよすごいね、箸一本で行こうとするの、うん、ずっと、まあ、ありがとうね。そうそう、アンニーにしかもパイナップルぶっ刺したのセンスないね本当にお前舐めんなよ、俺のセンスの悪さサーターアンダギーと耳が当たったチェックアウトが完了しましたので、プールとビーチ、うん、行ってきたいと思います。海の方行きたいでしょ。行きたいですあー嬉しい、晴れた。
ゆかちゃんを笑おう、海水落として、肌がちょっと弱いから、ピリピリしてきちゃうの。体力あるよね。30分間スノーケルしてさ、休憩しないでこれできんでしょ。え？スノーケル30分してさ、休憩もしないでさ、フルで遊べるんでしょ。すごいね。飛行機でガーンゴー。まず小学生だよね。おじさんの夏休みだから。こちらの乗り物は潜水機能がついております。最高すぎる。最初はちょっとスナックしよっか。はい、オープン。いた、うん、匂い、うまうま。これすっごい少ないんだよ。それで350円ぐらいだっけ。そう、うん、でもめっちゃ美味しい。はい、というわけでビーチを存分に遊んだ後は大浴場の方でさっぱりしたいと思います。最後まで完璧だぜ。石垣空港に到着です。みるみる本舗です。みるみるチーズバーガー、そして合わせていくのが搾りたてミルクです。ゆかちゃんはコーラ。最高にうまいね。最高にうまい。もう美味しい。これ飲まないとね。うん、熱いんだよ。絶対これがいいと思う。それではみるみる本舗ジェラートです。島豆腐パインミルク塩黒糖です。島豆腐から、うん、うまいよな。うまいんだよな。これ本当美味しい、うん、あ、これ一番じゃない。うん、うまっ。はいね、うん、あ、パッコンですけど、うん、諸国とうまいよ。あ、おいしいね。うん、あ、これ食べたよね、うん、ね、キャラメルみたいなね。キャラメルリボンみたい。そしてミルクで締めるという。ありがとうございます。石垣島閉まりました。というわけで最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が皆さんの休日に少しでも役に立てれば嬉しいです。これからも継続して旅の動画をアップしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。次の旅も動画でご一緒していただけたら嬉しいです。ラバーズホリデーのゆかでした。